りさん、普通にヤバい状況になる。最終戦終われ。さすがのタッツの絶望。タツナミさんの状況。最終戦では監督挨拶を最後に行うことが恒例となっている。今期の立浪監督は多くファンから批判を受けているため、監督挨拶の際に応援席からの大ブーイングが予想される。ホーム最終戦に引退試合を被せてる時点でお茶を濁している感じしかしない。他球団は最終戦前に済ませてるのにな。明日現地で見れるの最高かよ。挨拶短そうだな、来年の抱負言って終わりそう。それはファンが許さないだろ。暴動阻止のために何が何でも勝ってもらわないと。勝ったら再開回避でクッソ盛り上がりそう。最後は勝つって普通に熱い展開で締めそうやな。普通に考えたら大ブーイングが起こっても不思議じゃないよな。グラウンド内外でクソシーズンや。批判と歓声が混じった応援席になりそう。選手とドアラは反乱クーデター起こしていいレベル。さようなら、おバカさん。情報をお届けしているので、チャンネル登録。